どうですか。レコーディング中ですね。その通りです。あの声が細野晴臣っていう人ですよ。その通りです。僕は高橋幸宏です。その通りですね。その通りです。スケッチショー去年のうちにミニアルバム分の曲が、そこうるさい去年のうちにミニアルバム分の一応レコーディング大体やっちゃったんですよね。やっちゃいました。もう何曲ですか。一応4曲プラス2ということで、あのリミックスも入れてね、もうすぐその後出す、また出したいんで、そのレコーディングを今やってるわけですね。すごいですね、ペースが。で今度は今日溢れるように、坂本君も参加していただいて、もうね、もう参加してるようなもんじゃない今もうこの場で、この場をしちゃってるしね。そう、こっちが参加してんだっけこっちが参加してるんだ。そうだそうだ、どうなんですかねじゃあ、スケッチショーのデビューアルバムから、デビューアルバムね、一曲いきましょうか。いいですね。何にしましょうか。何にしようかな。坂本ちゃんと一緒にやってるやつにしよう。坂本ちゃんもっちゃんどうしようか。二つある。二つある。どっちがいいですか。坂本ちゃんの気分としてはどっちがいいかな。ワンダフルツーミーかな。じゃあ君僕ワンダフルツーミーということで、あれですよね、ファイルのセッションだね。そうですね、データの、すごく今それは合理的っていうかね、やりやすいですよね。そうそう、どうだった、やる、なんかなんだ、データ送って出来上がってきたのを聞いて、いや新鮮でしたね。なんだこれと思った。あ、思ったんだな。多分思ったんだろうないや変な、面白い音、先にメール打っちゃったもん僕。あ、そう、気にないかもしんないけどごめんね、随分弱気じゃないつったら、あの、大褒めの言葉だったから良かったです。良かったな。いや、でも、聞けば聞くほどいいですよ。あの、アルバム全体が素晴らしい。2000人で一番いいアルバムだったんじゃないかな。おぉ、どうですか。深い。なんだかわかんない自分のことでしょうか。あ、そう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 教授も一緒にやろうよ陰険な声で坂本くんも一緒にやろうよ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。ねえ、セッションでもやりますか。やりましょうか。せっかく細野さん見てよ、この自分の周りに楽器置きまくっちゃって、まあすごいセットですよねこれはね。でもこれおのずとやる、なんか、やる気を表している。おのずとやる音楽のタイプが決まっちゃう。決まっちゃう音色がね、音色的に、ね、ちょっと楽器を紹介してもらいましょうか。ね、これはね、これはバーロフォンっていうアフリカ系が多いんですけど、で、この太鼓はね、ネイティブアメリカンのメディスンドラムみたいな、でっかいやつ。これ今回使ってますよね。使ってます。キックにサンプリングしたりして。で、これはね、創作楽器ですね。なんかこう、これを作る若者がいて。お香でも炊くんですか、それ、中で。それはどうなんでしょうね。なんかこう。でもピッチがね、複雑でいいっすよ。目玉焼きのやつ。ああ。これは鉄のバーロフォン。こんなもんですか、ね、一番あそこにあるの。これはあのインドですね、はい、ああ来ましたね。これを鳴らしちゃったらもうね、一挙に入っちゃうでしょ。入っちゃいますね、だからフラワーチャンドルになってやめてますから、はい、いや、ゆきひろの楽器をちょっと紹介してます。僕のはすごいですよ。ハイハット、ハイハットだ、ちっちゃいな、ちっちゃいな、約これ10 CD ぐらいのハイハットですね、そうですね。それにそれすごいテクニックっていうか、ディレイ付きだっていうスネアですね。素晴らしい。タム、いい音だな。トムトム、ベードラ、ベードラ、それちょっとトンカチ系のトンカチ、大工系の、あ、そう、というシンプルでいいね、セットで。教授は、僕はもう本当はいろいろ持ってきたんですけどね、場所がなくてごめんね、狭くて。いやいや、これはもうプロフェット5だけですね。相変わらず使いこなしてるね。いや、最近ですよ。
またやりだしたの、うん、ああじゃあ同じだ同じだ、うん、やっぱりいいかなねえ、ね、面白いよね。この間ベスト版出したじゃないですか、はい、で久しぶりに20年ぐらい前の音とかを聞くと、うん、音色いいんですよね。これで作ってたようなもんだもん ね、あの頃、うん、そうなんですよ。やっぱりね、なんていう、うん、一級入魂じゃないけど、うん、一音入魂してる音はね、うん、いいなと思って、うん、一つをこう極めるっていいよね、うん、最近多すぎて、そういろんなもんが、そう音色も何かもかも、うん、そうですよ、うん、だから昔の楽器をちょっと買い集めようかなと思ってますけどね、うんうん、セッション。普段使わない楽器とかの異表な、うん、新鮮だったな。異表な響きとかいいですよね、うん、これでバンド作れるよ、簡単に作れますね、うん、即興バンドで、即興バンド、いくらでもいくらでもできる、曲変えちゃうかもしれないけど、いや大丈夫です、変えらない変えらない、楽しかったということで、え間が空くね